神宮寺雄太、26歳の夏にフェス体験。感動の瞬間をファンと共有。神宮寺雄太、フェスでファンと一体になった感動。その瞬間を動画で公開。26歳の夏、神宮寺雄太にとってのこの夏は、特別な意味を持つものとなった。彼のインスタグラムストーリーを見ていると、フェスでの体験が彼にとってどれほど楽しかったかがひしひしと伝わってくる。 その興奮や感動は、ファンにとっても特別なものだ。神宮寺さんは、26歳という年齢にして初めてフェスの楽しさを体感し、その瞬間をファンと共有した。これまでの彼の人生で積み重ねてきた経験と、ファンとの絆がこの夏に新たな形で結実したと言えるだろう。彼のストーリーに書かれていた、道具が揺れるとかフェスの大歓声とか体感してみたい、という一言は、 音楽を通じての新しい経験への期待感を表している。それは単なる音楽の枠を超えて、彼の内面的な成長や、新たな挑戦に対する意欲の表れでもある。普段はステージの上で観客を魅了する側の神宮寺さんが、一人の観客としてフェスに参加し、その場のエネルギーを肌で感じるという経験は、彼自身にとっても大きな意味を持つものだったに違いない。神宮寺さんがフェスで感じた感動は、 ファンたちにも深く共感されている。フェスの楽しさを覚えたという彼の言葉は、ただの感想ではなく、彼が新たな一歩を踏み出した証拠でもある。それは、彼が今まで経験してこなかった新しい世界への扉を開けた瞬間でもあった。26歳という年齢は、人生の中で多くの変化が訪れる時期でもあり、神宮寺さんにとっても新しい挑戦や発見が次々と訪れている。ファンたちは、 神宮寺さんの成長や新たな挑戦に対して深い尊敬と感謝の念を抱いている。彼の素直で飾らない人柄や、常にファンを大切に思う姿勢が、多くの人々に愛される理由だ。彼がフェスで感じた喜びや感動を、ファンたちも一緒に分かち合い、共に喜ぶことができるのは、彼とファンとの間に強い絆があるからこそだろう。神宮寺さんは、自分自身の成長を楽しみながら、 同時ににファンに対しても感謝の気持ちを忘れない彼のストーリーに寄せられた多くのコメントからも、ファンたちが彼のことをどれだけ大切に思っているかが伝わってくる。フェスでの経験が彼に与えた影響は、今後の彼の活動にも大きなインパクトを与えることだろう。フェスという舞台で、神宮寺さんは新たな自分を発見し、その喜びをファンと共有することで、さらに深い絆を築いた。この夏の経験は、 彼にとってもファンにとっても忘れられない思い出となるに違いない。彼が26歳という年齢でこれからどのような道を歩んでいくのか、ファンは期待と興奮を持って見守っている。神宮寺さんのストーリーを見ていると彼がフェスで得た感動がどれほど大きかったかがよくわかる。それは彼がこれまでに経験してきたどの瞬間とも異なる新しい形の感動だったのだろう。フェスで感じたあの瞬間は、 彼の中で永遠に輝く思い出として残り、今後の彼の活動においても大きな影響を与えることだろう。また、神宮寺さんがファンに対して発信する言葉や写真には、常に感謝の気持ちが込められている。それは、彼がどれほどファンを大切に思っているかの証だ。ファンたちもまた、彼のその気持ちを受け取り、さらに強い絆を感じている。彼のストーリーに寄せられた多くのコメントからも、 その深い愛情が伝わってくる。この夏、神宮寺さんがフェスで得た経験は、彼にとってもファンにとっても、特別な意味を持つものとなった。それは、音楽を通じての新しい出会いであり、新たな成長の一歩でもあった。彼の中で芽生えた新たな感動が、今後どのように彼の音楽やパフォーマンスに影響を与えていくのか、ファンたちはその未来を楽しみにしている。神宮寺さんの26歳の夏は、 ままさに新たたな始まりの瞬間だったこの経験を通じて彼はさらに多くのことを学び成長していくことだろうそしてその成長を見守り応援し続けるファンたちとの絆はますます強くなっていくはずだこの夏の経験が彼にとってどれほど大きな意味を持つものだったのかを考えると彼の未来にはまだまだ多くの可能性が広がっていると感じざるを得ない十六歳という年齢は 人生の中で多くの変化が訪れる時期でもある。神宮寺さんにとっても、この夏は新しい挑戦や発見が次々と訪れる時期だった。彼がフェスで感じたあの瞬間の感動は、これからの彼の活動においても大きなインパクトを与えることだろう。フェスという舞台で、新たな自分を発見し、その喜びをファンと共有することで、さらに深い絆を築いた彼。これからの彼の道のりが、 どのように進んでいくのか、ファンたちはその未来を楽しみにしている。神宮寺さんの26歳の夏、フェスでの体験は、彼にとってもファンにとっても、忘れられない思い出となるに違いない。その瞬間が彼にとってどれほど特別なものだったのか、そしてそれが彼のこれからの人生にどのような影響を与えるのか、私たちはこれからも彼を応援し続けるだろう。フェスの瞬間を共に感じたファンたちもまた、 その喜びや感動を胸に刻んでいる。特に、神宮寺さんが発信する言葉や写真を通じて、彼がどれほど素直で、ファンとのつながりを大切にしているかが垣間見える。26歳という節目を迎えた彼は、ただ単に音楽活動を続けるだけでなく、ファンと一緒に新たな道を歩み始めた。彼のストーリーには、そんな彼の決意や意思がしっかりと表れているように感じられる。この夏 神宮寺さんが経験したフェスティバルの楽しさは、単なる一過性のものではなく、彼のこれからの活動に深く影響を与えるに違いない。音楽を愛し、観客との一体感を大切にする彼にとって、フェスは新たなインスピレーションの源となった。彼がステージに立ち、観客と共に音楽を楽しむ姿を想像すると、そこには新たなエネルギーと想像力があふれていることだろう。ファンたちは、 彼のそんな姿を見守り続け、応援し続けることで、彼との絆をさらに深めていく。そして、彼が発信するストーリーやメッセージを通じて、彼の内面の成長や変化を共に感じ取り、その喜びを共有している。フェスでの経験は、神宮寺さんにとって、音楽活動だけでなく、人生そのものにおいても大きな影響を与えるだろう。彼が26歳の夏に体験したことは、 今後の彼の活動にどのような形で反映されるのか、ファンたちはその未来を期待しつつ見守っている。彼がフェスで感じたあの瞬間の感動は、これからの彼の音楽やパフォーマンスにどのような変化をもたらすのか、私たちは楽しみにしている。彼がこの経験を通じて、どのように成長し、どのように自分自身を表現していくのか、そのプロセスを見守ることができるのは、ファンにとっても特別な喜びである。 フェスという一大イベントを通じて、神宮寺さんは新たな自分を発見し、その喜びをファンと共に分かち合った。これは彼にとって、そしてファンにとっても、単なる一瞬の出来事ではなく、これからの彼の活動においても大きな意味を持つものとなるだろう。26歳の夏を通じて彼が得た経験と感動は、今後の彼の音楽やパフォーマンスにどのように影響を与えていくのか、私たちはその過程を楽しみに見守っている。 さらに、神宮寺さんがこの経験を通じて学んだことは、彼の人間性や音楽性にも大きな影響を与えるだろう。彼は常に謙虚でありながら、自分自身を高めようと努力を惜しまない姿勢を持っている。それが、彼がファンに愛され続ける理由の一つでもある。この夏に得た経験は、彼の中で新たな創造力を引き出し、今後の活動においても新しい方向性を示してくれるに違いない。 彼がフェスで得た感動や喜びを、どのように音楽やパフォーマンスに反映させていくのか、ファンたちはその未来を期待して見守っている。そして、彼がこれからも成長し続け、私たちに新たな驚きや感動を提供してくれることを信じている。神宮寺さんの26歳の夏、それは彼にとっての新たな始まりであり、ファンにとっても忘れられない特別な瞬間となるだろう。そして、 彼がこれからどのような道を歩んでいくのか、私たちは彼と共にその旅を続けていくことになる。その道のりは決して平坦ではないかもしれないが、彼の成長と共に歩むことができるのは、ファンにとっての最大の喜びである。彼がフェスで感じたあの瞬間の感動を、これからも忘れることなく、彼自身の成長につなげていくことを期待している。この夏の経験を通じて、 神宮寺さんはさらに大きなアーティストとしての一歩を踏み出した。それは彼にとっても、ファンにとっても、新たな冒険の始まりであり、これからの彼の活動においても重要なターニングポイントとなるだろう。彼がこれからどのように自分を表現し、どのような音楽を届けてくれるのか、その未来を私たちは楽しみに待っている。神宮寺さんが26歳の夏に体験したこと。 それは彼のこれからの人生においても大きな影響を与える出来事であり、私たちファンにとっても忘れられない特別な瞬間である。彼がこの経験を通じて成長し、さらに輝きを増していく姿を見守り続けることで、私たちもまた彼と共に成長していくことができる。神宮寺さんの未来に対する期待は、これからも尽きることはない。この夏の経験が彼にとってどれほど大きな意味を持つものであったか。 そしてそれが彼のこれからの活動にどのような形で反映されていくのか、私たちはこれからも彼を応援し続けることで、その答えを見つけていきたい。フェスで得た感動が、彼の中でどのように成長し、どのように新しい音楽や表現につながっていくのか、私たちはそのプロセスを楽しみに見守っている。神宮寺さんが26歳の夏を通じて得た新たな視点や感動が、 彼のこれからの活動においても大きな影響を与えることを信じている。そして、その成長を見守り、共に喜びを分かち合うことができるのは、私たちファンにとっての最大の幸せである。神宮寺さんの未来には、まだまだ多くの可能性が広がっており、その道を私たちも一緒に歩んでいきたいと心から願っている。彼がフェスで得た経験を通じて、さらに多くのことを学び、 成長していく姿を見守り続けることで、私たちもまた彼と共に成長していくことができるだろう。この夏の経験が、彼にとってどれほど特別なものであったか、その感動がこれからの彼の活動にどのように反映されるのか、私たちはその答えを見つけるために、これからも彼を応援し続けていくことだろう。最後に、彼がこの夏に得た感動を、これからの活動においてどのように表現していくのか。 私たちはその未来を楽し,みにして,いるそして彼の成長とともに私たちもまた彼とともに歩んでいくことができる喜びを感じている。この夏の経験が彼にとっての新たな始まりでありその道のりをともに歩むことで私たちもまた新しい発見と成長を得ることができるだろう。